はい、皆さんおはようございます。今日もね、新興国のね、話をいろいろこうさせていただいてるんだけども、昔調べたね、ベネズエラがね、国家として破綻して、で、ね、ギリシャもそうだよね。なんでそうなるんだと思います、皆さん。これははっきり申し上げて、結局経済制裁なんですよ。で、その経済制裁は誰が発動するかっていうと、アメリカなんですね。で、実際にさ、ベネズエラっていうのが、2017年に、1000ボリバル紙幣っていうのがね、導入されて、その時に、強烈なインフレが起きていて、で、チーズ1キロね、米ドルにして1ドル14セントですよ。200円くらいな、のものを買うのに、1000ボリバル紙幣がね、7500枚必要だそうですよ。ね。で、さらにね、53セント相当の石鹸一つ買うのに3500枚必要だということ。で、これロイターがね、当時、書いていただいてたんだけど、僕はね、このベネズエラってさ、聞くとね、すごい裕福な国だなっていう印象をね、ずっと子供の頃から持ったわけ。で、これはさ、まず原油の埋蔵量がさ、ね、3000億バレル以上さ、保有してて、世界で、ね、最大なわけだよね。で、原油の依存国家でさ、幸福度は常に上位で、昔ほら、ミスユニバーサル、ユニバースってのがあってね、で、その優勝者の数っていうのは、アメリカに次いで、ミスインターナショナルっていうのは世界トップなレベルに、受賞者が多いわけですよ。でね、これがどうして破綻したかというと、まずね、1950年以降、58年ね、僕が生まれた年だに、二大政党による民主的な政治体制が継続されて、すごく、国自体がさ、原油なので、非常にその、貿易が安定したわけだね。で、だから、そこにいるさ、その、お金持ちの人たちがいるわけじゃん。ところがさ、その貧困層の人もいたわけだよね。で、その国全体で見たら、やっぱりそのお金持ちと貧乏の人の格差がひどすぎるよねっていうことを、今度はさ、チャベスが言い出したわけだよね。で、このチャベス大統領っていうのが、いろいろ言い出したんだけども、結果的にその、この、二大政党の幹部による、政治とか司法の私物化があって、汚職がすごくね、あって、で、それをね、この引き締めるように、いろんな形で動き出したわけ。どっかの国に似てませんか。ね、中国まさにそうだよね。今政策として貧富の差をね、縮める。それ、なかなか難しい問題だと思うんだけども、それに一応着手しましたと。で、それによって、いろんなことが起きていて、で、2012年の7月31日に行われたメルコスールっていうね、南アメリカ諸国の関税同盟である首脳会談において、メルコスールへ正式に加盟したけど、2016年12月に、臨時外相会合において、資格が停止されたということね。で、2017年の5月にはベネズエラはアメリカの州機構、ね、OAS におけるベネズエラ情勢に関する外相協議会の決定を受けて、 OAS から脱退を表明しました。で、ここからなんとなく怪しい動きになってきて、で、ここですよ、どういうことが起きたかっていうと、ね、そうか、アメリカがそういう態度だったら、ね、うちはいいわっていうことで、イランとロシアとの関係を強化したい。ね、その他、近年は特に経済金融を中心に中国との関係を強化したんだね。で、ここでもうアメリカからに、こう、経済制裁をかけられるようになっちゃったんですよ。で、チャベス政権以前の親米路線から一転して、チャベス政権およびそれを引き継いだマドゥーロ政権は、反米の
急先鋒としてたびたびアメリカ批判を展開しちゃったんだね。でそれはそうだよね、別にお金困ってないしさ、国はすごく、ね、豊かだったわけだよ。だけど問題なのは通貨なんですよ。つまり、ね、前にも言ったかもしれないけど、ね、基軸通貨がドルである限りはアメリカに逆らえないんですよ、ね、でだけどこのベネズエラは、ね、もうここで自分たちの力っていうものを過信しちゃったっていうか、まあ、いわゆる基軸通貨を外れた経済圏をいわゆるね、ルールってものをアメリカが作っちゃってるわけじゃん。だからここに歯向かっちゃったわけ、ね、だから経済制裁を受ける。だから今ね世の中で起きてることの多くはね、そのもう基軸通貨やべようぜ方向に行っちゃってるわけじゃん。でこれの急先鋒本当はね、このベネズエラだったはずなんですよ。でそこで、ベネズエラは何したかっていうと、ね、もう通貨なんか、ね、ドルを通じなくてもいいんだと。で自分たちは、ね、石油もあるし、ね、いろんなその、ね、金もあるし、まあ、ダイヤモンドもあるし、いろんなものがあるわけよね。だから資源があるんだから別にこれをね、買ってもらうのにドルで買ってもらう必要ないって始まったわけですよ。でそこで考えたらこの人すごいのはね、ベネズエラ発行の仮想通貨ペトロっていうのを作ったわけで、このペトロっていうのは、ね、石油とリンクさせたね、ものなんだけども、その、うん、国家の所有する、ね、その、うん、石油だとか、まあ、金だとか、ね、そういうものを織り交ぜて、ね、裏付けがありますよ。だから、ね、ペトロはその、ね、仮想通貨だけど価値あるんですよっていうことを前向きにバーンってやったんですよ。ほらみんなそうかなるわね。だって日本なんかさ、本当言ったらね、ペトロでね、買っといたらよかったんですよ。なんでかって言ったら、国が信用力を与えた仮想通貨なんだから。ね、デジタル通貨だね。で、このデジタル通貨のペトロを、要するに外貨準備でやっとけば、石油に困らないんですよ。なんでかって買えるから。でしょ？で、アメリカの制裁なんか受けなきゃいいんだからさ。っていうような、この、ちょっと頭のいいね、人が考えたんだよね。そしたらさ、今度ね、この、ドイツ銀行に預けてたさ、ベネズエラの金塊がね、没収されちゃったんだよ。泥棒じゃん、それ。そんなのでいいのっていうさ、だから国際、ね、的な立場っていうのは、やっぱアメリカをね、そのなんとの敵に回すと、こういう目に遭っちゃうってことがね、ここにまざまざと出てきてるわけ。っていうことで、ね、そのちょっと一つ参考になるようなことをですね、僕は前のセミナーで言ってたんで、皆さんにお伝え、ちょっとね、細かくですけどお伝えしました。何かね、また、ご意見、ご質問、またあれば、このコメント欄に入れておいてもらって、今日初めてご覧になった方は、ぜひ、チャンネル登録して、いいねをお願いしたいと思います。それではまた。